時に明確に優勝する、優勝するためにじゃあ何が必要かっていうところで、それでは引き続き内館さんにインタビューしていきたいと思います。はい、はい、2002年にオフト監督になったじゃないですか。オフト監督について何かありますか、エピソード。オフトさんは何考えてるかちょっとよくわからないっていう感じの人で、悟られないようにするし、自分のことを多分でよく選手のことを見てるし、で答えをすぐ言わないし、選手たちに考えさせるし、今オフトさんが考えてることはどんな意図があるのかなっていうのは、だからいつもなんか考えてた。2003年、はい、はい、それもオフト監督から。そうですね、まあ、突然監督室に呼ばれて、うん、俺決めたからなって言われて、何を決めたのかなと思ったら、お前キャプテンやってくれって言われて、なんてですか、なんて僕ですかって、やりたくないんだったらやらなくていいって言われたんだけど、でもそんなことを言ってくれたんで、いや、やりますみたいな感じで、引き受けたっていうのが、まあ、一番最初のオフト監督は、なんで内館選手にキャプテンやらせたかったって思ったの、想像できますか。多分長谷部とか、まあ、坪井とか平川とか、まあ、田中達也とか、ああいう入ってきたばっかりの選手たちを育てたいと思ってたと思うんですよ。だけどまだ入ったばっかだし、若いし、で僕ら、まあ、ちょうど中堅っていうか、まあ、上のなんね、選手たちが何人かいた中で、多分そういうところで僕があそこでキャプテンになって、その若い選手たちをうまくこう育てていこうとしてたんじゃないかなとは思いますね。ちなみにキャプテンしてどういうことになる、まあ、試合に出てる選手は、まあ、ほっといてもいいじゃないですか、まあ、試合使ってもらってるし。でも試合に出てないとか、出てた選手が急に使われなくなったりとかっていう時って、選手がチームから気持ちが離れがちじゃないですか。だけどやっぱり優勝を目指す時ってみんなが同じ気持ちにならないと優勝できないじゃないですか。だからそういう選手たちをチームから気持ちが離れないように、若い選手とかと一緒に食事行ったりとか、まあただね、口聞くだけでもいいしとか、まあ、そういうのは よくやってましたけど。ナビスコカップ優勝したはい、2002年決勝まで行って負けたじゃないですか、はい、あれと2003年で優勝した時、はい、だいぶ違いましたよ。だいぶ違いましたね。2002年の頃は、まあ、負けて当然というか、やっぱ勝てないなっていう、まあ、今まで決勝とかに進んだことがなかったので、その決勝の前の日にパーティーがあるとか、その前夜祭みたいなのがあったりとかするんですけど、そういうのも経験がなくて、こんなこともやってたんだみたいな。でも鹿島の選手たちはもう慣れてるから、そういうパーティーに出てもやっぱり堂々としてるし、でもレッツの選手たちはおどおどしてるし、それを経験したおかげで2003年は逆に僕らもどっしりと構えて、それで臨めたので、まあ、2003年はね、それで優勝できたのかなと思います。当時その時にコーチとしていたのが柱谷哲也さんで、元代表のキャプテンになられてた方なんですけど、その方からずっと言われてたのは、キャプテンっていいこと一個もねえかなっていうことをずっと言われてて、でもう言いたくないことを言わなきゃいけないし、まあ、監督と選手の間に挟まれるしみたいなことをずっと言われてて、でもキャプテンになって本当に良かったなって思う時があるんだよってずっと言われてて、それっていつなんですかっていう話をしてたら、優勝した時だって言われて、優勝した時にカップを始めて最初に挙げられるのがキャプテンだから、その時にああキャプテンやってよかったなって思えるんだよって哲さんに言われてたんですよ、ずっと、はい、何それと思ってたの最初って思ってたんだけど、実際そうなった時に、あ、これだったんだなっていうのをすごく、思い出したなって、で、その時に、まあ、優勝経験ないから、その
カップを上げるタイミングってあるんだけど、はい、早すぎちゃって先に先走って上げちゃったのを覚えてますね。まあ、ただ僕は本当に地元が浦和なんですよ。そういうのも、まあ、大きかったのかなとか。だから未だにサポーターの方たちからも本当の地元なんだしっていうことはよく言います。僕今育成の指導者してますけど、その地元の子供たちからが活躍していってくれれば、もっと多分サポーターの人たちも応援してくれるんだろうなとか。できなかったところと獲得できるようになったこと、はいはい、なんか変化ありましたか？まあ、犬飼さんって方が、まあ、社長になられて、その時に明確に優勝するって言った。優勝するためにじゃあ何が必要かっていうところで、まあ、通量が来たりとかアレックスが来たりとか選手を獲得して、でクラブもそのため の, その必要なお金を、まあ、集めたりとか、そういうのがすごく明確になってて、トゥーリオがいつも日本のお父さんっていうように呼んでるぐらいなんで、なんかすごく選手を食事に連れてってくれたりとか、だから選手たち もう優勝するんだっていう気持ちにならざるを得ないというか、それが明確になったのが本当に2002年、まあ、犬飼さん社長になられてオフトが来てとかってなった時だったと思います。それはね、なんか多分違うんだよね。なんかちょうど2003年のそのナビスコカップを優勝した時に、まあ、控室に戻って選手たちはもう初優勝だからわーって盛り上がってる中で、いきなりオフトさん来て、ちょっとみんな話があるから聞いてくれるんです。俺はもう今シーズンでやめるからっていきなり言い始めた。その優勝したし、その後の更衣室で、え、何言ってんのこの人みたいな最初思って、あの時にもう最初にエメルソンっていう選手がいたんですけど、エメがオフトのこと大嫌いだったの、最初。それがオフトさんがその時辞める時に、なんで辞めさせるんだっていう風に変わってたっていうところからまたオフトさんのすごいところ、まあ、永井雄一郎って選手もいたと思うけど、永井とかも、まあ、どっちかっていうと言うこと聞かない選手だけど、そのオフトさんはそれを逆にチームのために変えられたらな、そのパワーをっていうふうにいつも考えてた人 で、そういう話とかをその後から聞いたりとか、その時のことを振り返ると、あ、すごいやつすげえなとかって思ってて、だからエメも最後オフト辞めさせたみたいなことを言ってたんだろうなみたいな。印象に残って、運よくね、いつもその優勝決まる試合に僕は試合に出場してるんですよ。でその2006年の時も最後の試合に出場させてもらってるんですよ。そのとガンバで、そうです、ガンバの試合に、出場させてもらってて、であの時に大差で負けなければ優勝だったと思うんですけど、はい、先制点を取られたんですよ。その時にマークについてたのが俺なんですよ。そうでしたね。そうなんです。結構やばいなと思って、でもその後にすぐポテが取ってくれたんで、まあこれで大丈夫だなと思ったんですけど、もう最初の失点食らった時はやばいって思いましたね。あれはすごく思って、印象にあります。まあ、裏のマッチとかに、ね、出てくれば、まあ、力の鈴木さんの前とかもすごかったし、そういうのはすごく印象に。優勝カレーバス乗ったね。あ、そう、市役所からスタートして、私も行ってたんですけど、本当めっちゃ人すごくて、すごかったよね。やばかったですね。人で溢れてた。やばかった。5万人くらいいたよね。いっぱいいましたね。一周な裏をぐーっと回って、なんか線路とか多い。戻った。ずっとその道のね、両脇が人がすごくて。あれ以来優勝ないからね、寂しいよね。でもう一回またそういう風になってほしいですよね。そうですね。2007年の最終節で負けて優勝逃したじゃないですか。あの時の1年に帰ってます。
まあ、ACL は優勝したんですよ、うん、で ACL 優勝してで2006年にも J リーグ優勝して、まあ、そのままの勢いで2007年も、まあ、ACL は優勝できたけど J リーグも優勝する気満々で選手たちもいたし多分みんなクラブスタッフもそうだったと思うんですけどであの時オジェックさんが監督やられててで僕入団した時1年目がオジェックさんなんですよで2回目の同じ監督なんですけどで、まあ、オジェックさんはあんまりメンバーを変える監督さんじゃないので結構 ACL も同じメンバーリーグも同じメンバーでこうずっと固定されてて結構選手その試合出てる選手たちはいっぱいいっぱいだからあの時は阿部ちゃんとかがカズさんに抜かれちゃったりとかして多分最後負けちゃったんですけどああいう試合とかも普段ならそんな簡単に抜かれなかったと思うんですけど多分もう疲労困憊でだからまあ僕らベンチにいたんですけど、まあ、僕らを使ってくれよっていう思いはもうベンチにいる選手たちみんなギラギラしてましたホントトシは使ってくれてたら優勝できたのになって未だに思ってます最初に岡野さんと僕がその年に、まあ、クラブから来年契約がないよって言われて30歳超えてから上手くなっていった感覚があったんですよ自分の中で、まあ、経験もある程度こうできてきてでプレーの幅みたいなのが広がってもうちょっとやりたいなっていう感覚は自分の中で正直あったんですけどいろんな方たちと話をさせてもらったりする中で、まあ、やっぱりお前浦和なんだし浦和の人間なんだしっていうのは常々いろんな方から言われて他のチームにあと 2,3 年もしやったとしてもそこからまた戻ってこれる保証もないしどうなるかわからない状態なのであればもうここはきっぱりと、まあ、やめてそのレッツがまたクラブに残ってほしいって言ってくれたんでその時はなのでそうやってクラブも言ってくれてるのであればそのまま残ってレッツをやっぱり盛り上げていった方がいいんじゃないかっていうことを言ってくださる方がすごくいて周りになので最終的にはそこが決め手だったとは思いますちょっとこれからどうしようかなとは思ってるけど、とりあえず岡野と飲みに行ってみたいなって思ってたと思うんですけど、あの時は実は俺はもう決まってるけどなみたいな。いや決まってなかったですよ。返事まだしてなくて、どうしようか本当に悩んでて、で岡野さんは俺はもうとことん元気やるって言ってたんで、まあ、岡野さんの生き方もいいなって思ったし、まあ行きでも行きますかっていう本当に。本当に行ったんですか。本当に行った。あの海南セレモニー。ビジュアル出たじゃないですか、30と10、あれ見たときどう思ったんですか。いや、あれはまさかああいうことやってくれると思う、多分引退した選手に対してサポーターの方たちがああいうことやってくれたのは多分初めてだったと思うんですよ。で、その後から多分いろんなね、達也のやつやったり、ね、みんないろいろやってくれてると思うんですけど、だからすごくびっくりした、最初は、まあ、ありがたかったです。